はい、こんにちは、ヨダです。今回はキングダム・オブ・コロナの幸運のマークを全部ご紹介したいと思います。まずは塔に登ります。で、この塔に登ってですね、こちら側を見ると、おや?ありますね。はい、そして沼地ですね。セーブポイントはここにあるとするとですね、マップでいうところの左上の方に進んでいきます。で、壁にぶつかったらひたすら壁沿いに歩いていきます。ぎゃー!そしてこのあたり、ここに発見。はい、そして続いて森キャンプというセーブポイントですね。で、ここをですね、道なりに進んでいきます。ちょっと結構進んでいきますので、はい。この洞窟ですね。覚えてますでしょうか?で、この洞窟に進んでいった左手。この樽。キャー!はい。仕切り直して、こちら。はい。そして、花の群生地のセーブポイントまで来ます。で、ここですね。ひたすらお城の方まで行きましょう。はい。で、ストーリーだとですね、ここでイベントが発生して、強制的に、お城の中に入ってしまうんですが、実はここ歩けるんですね。はい。歩いて、お城の方に向かっていくことができます。こんな感じ。お、ところぼこある。で、この橋のある、ここですね。ここになんと幸せのマーク。これはね、周回しないとわかりませんね。はい、そしてコロナの街にたどり着きました。ここも、まっすぐ歩いていくと、ここにまず一個。はい、そしてこの幸せのマークの横を通り過ぎまして、街の方に歩いていきます。そうしたこの扉ですね、お城の門に幸運のマーク。はい、さらにこの幸運のマークの横の坂を下っていきます。見えてくるこの塔の扉のところにもう一個。はい、さらにこの塔の横を通って海辺を伝っていく。そうするとこの樽。これがミッキーのマーク。はい、そして次は塔まで一気に行きます。はい、そして塔の上、こちらにも幸せのマーク。はい、以上がキングダム・オブ・コロナの幸運のマークの全部でございました。はい、他の動画でも他のワールドの幸運のマーク全部ご紹介しておりますので、もしよろしければ、見ていただきたいと思います。はい、もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録などしていただけますととっても嬉しいです。はい。それではご視聴ありがとうございました。ヨダでした。またね。バイビー。